確保に。とりあえず身を隠してマップ見よう。アクセスが可能になる。現地部隊の抵抗や他の PMC に注意しろ。これレーザーいらんかったな。UAV タワーね。どれのことだろうね。これは違うのかな、まあ、UAV タワー右にさ、判例みたいな感じで。ん？ああ。あるやん。ああ、じゃあ、これでいいんだ。つかそこら辺にいっぱいあるやん、UAV タワー。いっぱいあるね。一番近いとりあえずピンつけた300メートル先行ってみる。あと、まあ、この辺の家の中行けば多分、NPC もいるでしょ。アイテム回さって行こうぜ。あ、早速閉鎖されてるドアだ。あ、便所に道具箱がある。C4 があった。そこは開かないわ。はい。兵士いる。OK。このピアなんでもね。ちょっと今、上行けそうだったから上行ってる。はい。俺ちょっと十字キーのピン。操作しにくいから、なんかいいボタン割り当てないかな。あとさ、この世界に、その、残り今23分半ぐらいだけど、ずっととどまると、どうなのか、どんな感じになるのか、気になるけど。まあ、気にはなる。まあ、どうせ死ぬんでしょ。どうせ死ぬのか。兵士を買って、武器レベルを上げる。あら、止まる。やばい。やばい。普通のマルチよりも体力の回復遅いしね。ねえ。おや。間違った。お高い写真や。え、落ちてた？普通になんか漁って出てきた。あ、まだ兵士いる。バズネフいらない。兵士が落とすことはないのかな、バックパック中を。どうだろう。ショットガンだ。まだとりあえず UAV タワー180メートル。普通にいらっしゃる。当たるか。俺がやる。ああ、レベル上がらないんだな。ああ、これはもう、もう早いもん競争だ、早いもん勝ちだ。いった。いいな、この武器、遠距離でも頭当てりゃ吹っ飛んでくれるから。LMS か。コスパがいい。これ頭当てても死ななかったもん。え？てかさりげなく、2アーマープレートもゲットしてるじゃない。そうだよ。俺にもあさり大事。びっくりした。あ、ちょ、違う違う違う。当たんねえ。ガチで当たらん。シュ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 。なんか車両の音したけど、NPC かな。わからん。アーマーが減ってるときはもうこまめに巻いとくべきで。え、硬い硬い硬い。うわ、アーマーの敵だ。武器を育てろ、これで。うわ、俺キャッシュー。ほとんどの武器育て終わってるから。え、あ、そっか。
ちゃうの。ハンドガンか SMG が出てくれないと嬉しくない。嬉しくない。それでもいいじゃん、レベルは上がっていくんだから。まあ、上がる。キャッシュー。え ?UAV はあれもうすぐ近くじゃない？うん。ここグランドオーのとこ。危ない！うん。あ、なんなんかグレ飛んできた。飛んできたね。永久兵士だ。なお。UAV、これ建物の上。お？あ、ちょっとめっちゃいる、めっちゃいる。うわっ、えセミテックス、あれこれ下か、あれか UAV タワー、全然タワーじゃないじゃん。先に NPC 減らす。うん、多すぎ。兵士めんどくさいな。そり。のところか。こいつら全然いいバッグも持ってないし。まだいる。なんか車降りてきて。ああ、あれ車から降りてきた NPC。くんな。建物周りもまだいる。あ、しかもヘリいるわ。ヘリからさらに降りてきてる。ちょ、UAV タワーとりあえず起動させるね。うん。いいよ。ウルトラは指揮官だ。UAV が位置についた。あ、これで終わりか。めちゃくちゃ兵士映ってるよ。はい、どっから来たし。死ぬなよ。アマ負けアマ。多分死なね。狙われてる。これはもう NPC を借りまくるわ。お前か。グレネードが来るぞ。あー、危ない。でもさ、点在してるこの UAV タワーを起動させたら、まあ、NPC か PMC か分かんないけど、全プレイヤー映るから、圧倒的有利ではあるよね。全プレイヤーって、モブモブって。はい、ごめん。助けて。ん？やられました。あの、NPC です。死ぬなよって、どこのドイツやなんか言ってた気がするんだ。ああ、ちょっと、知らないことですね。どこ？ここです。ちょっと待って、登れないんだけど、ここ。登れた。昔はお前のような兵士だったんだけど、膝に銃を受けてしまって。今助ける。なんか撃たれてに NPC で。いずれお分かり。ああ、助かった。いや、あなたと違ってね、こっちはアーマープレート1枚しか装備できないんだよ。おかしいな。よ、言うて俺も1枚しか巻かない。いや、負けるなら巻いとけよ。どうせ無限に拾えるんだから。じゃあ次、もう俺はとりあえずこれで任務完了だから。UAV タワー向かっていいよ、次のとこ。近くの UAV タワーあるか。まあ、あるね。あった。ここ行こう。UAV は起動する。あ、ちょ。多分一番近いのは。一番近いこっちだけど、なんかやだな、こっちだ。どれどれ、あれか。800m。遠いな。もう一個は 700m だった。なんかそろそろ PMC が来ても。そろそろ PMC が来てもいい頃だと思うんだけど。まあ、いい。まだ来ているか、たくさん。
ショットガン。ショットガンかよ。ちょっと撃たれたら一瞬であんまなくなるんだよな。重装兵ならなおさらそうなんじゃないか、敵が。そういう？多分そうだと思うよ。弱すぎー。ハンドガンもっと近づいてるから。いや、まあそうなんだけど。俺もちょっと、もうちょっと。これプレイヤーの音じゃねえ、これ。あ、違うわ、永久兵士だ。俺もでかいバッグと、でかいアーマープレートが欲しいわ。あ、ちょ、やばい。ヒンコあるやん。え、なんかバッグとか入ってる。いや、今金庫ドリルで壊れてる。ああ、ペイデイヤ。俺が兵士がいっぱい来るけど。いいね。カバンとかあるかもしれん。兵士はなんぼのもんじゃん。いや、NPC 狩りにはほんといいな。うん。いや、こんなでっけえ、やばっ、危ない危ない、またやるとこだった。えっ、何か危な。金庫を手当たり次第探せば、バックパックかなんか入っててもいいと思ったが。うんうん。どうや。全て確保しろ。え？え？あ、ちょっと待って、この X12 俺が欲しい。なんか大抵お目当てのものが入ってない。俺ハンドガンのレベル上げたいから、これはラッキー。はい、てか車両あるから、もう UAV タワーあれで行くか。うんうん。できる。この止まり方おかしくね？おかしいな。まあいいか。うん、なんでこんな、どういう止め方してんだこれ。うおー、あ、ちょ、そいつは俺のもんだ。あ、どれが UAV タワーだ。なんかタワーってほどそんなタワーでもなかったんだよな。なんか四角い箱みたいな箱。あ、絶好のショットポイントだよ。おお、すず、早く見るよ。あ、でもどっちみちここ行かないとダメだ。ここ降りて、この要塞を制圧する。撃たれた。で、この上にあるやつだね。どうやっていくんだ。なんかはしごとか あったあった。 PMC いないな。ウルトラこちら指揮官、 UAB が旋回を始めた。はいはい。プレイヤーとかじゃないの、これは。あの、映ってる。そう、あの、多分全部映る。あとは、あの、タックマップを
あ、違う。タックマップでプリペイド携帯をピンせよってあるんだけど、これは何なんだ？わかんねえ。なんか、それっぽいオブジェクトも見つかんないんだけど。ね。どれのことだ、これ。タックマップでプリペイド携帯をピン？プリペイド携帯？タックマップって多分今開いてるこのマップのことでいいのかな？ってことは、これサプライドロップ。要塞。わからん。わからん。どれのことだ？プリペイド携帯。そういう判例も別にないし、どうしよう。これからどうしよう。これからどうしよう。わかる人誰か教えてくれ。調べたい。なんだ？あれか。やられた。ヘリ来てね。ヘリ？あ、あれ回収機だろ。あ、違った。違う、降下機だろ。なんだ。どうしよっかなぁ。適当なロケーション向かいまくりで一切取ります。そうだね。どこ行く？なんか。あと8分しかないし。え？あ、マジ？あ、ほんとだ。脱出するか。なんかまだ武器ケース誰も取ってないんだよ。これさ、時間ギリギリまでわざと残って誰もいなくなったあたりで取りに行こう。いかん。え？ああ、ありだね。他の競合がいなくなる。ね、ちょっとパラシュート開けるか試していい？あ、開けたよ。あ、開けた。あ、本当だ。開けたよ。よかった。じゃあちょっととりあえず接近してみるか。あ、ニプレートアーマーベストあった。え、嘘。激アツ。ここ。これか。それ。あ、ありがてえ。放射線ブロック。キッチンには実はいいものがたくさんあるのか。かもしれん。あ、キャッシュ。酒ばっかりぞ、このキッチン。もうぼちぼち行こうぜ、あの、放射線エリア。ここ。放射線じゃなくね、そこは。え？武器クリア。ああ、単純にあれ武器クリア。あ、そっか。ごめん。うん。終わっと。抱いて。まだヘリ？敵の攻撃ヘリが向かってくるぞ。え？あれのことか？あれか。はまあ無視でいけるかな。つか車持ってくるべきだったかな。ね。まあいいんじゃね。あ、まあでもこのエリア内にも一応車両はある。脱出そんな近くはないけど、まあいいか。車両があればなんとかなる。おっと。危ない。何すんの。いやー、アーマーなくなっちゃって。あ、ちょ、え、ジャガーノート。てかあのヘリ邪魔だな。このエリア内にあのヘリがいるってことか。そういうこと？ちょっと時間きちくない？うん。どっか違うとこ行くか。だよ、もう退却した方がいいのでは？こことか。うん。
このタイムリミットを迎えるとどうなるかもよくわかんないんだけどね。まあどうせ死ぬっていうことは分かってる。それはそう。ピンの場所めっちゃ遠いな。回収地点あそこ。車見えしな。ない。あ、俺これでちょっとだいぶいける。距離稼げる。何やってんの。あ、こいつはいいな。あ、めっちゃ距離稼げるわ。ほら帰ろうぜ、早いところ。早すぎだろ、これ。あ、めっちゃ距離稼げる。高いところから身投げした方がいいぞ。これ気持ちいいわ。おお。雑魚兵士がおる。もう残りは雑魚兵士買って帰宅か。弾が当たらん。雑魚じゃなくね。硬い兵士だ。放射線量が増えてくるっていうあれなんだ。時間タイムリミットが来たら、今の無線的にはそうだよね。風が強くなってきたとかなんとか。敵のトラックを無力化。もうすぐ回収地点じゃ。限界態勢だ。注意して進め。これさ、この DMZ ワンワールド、どんぐらいの人数がマッチして入ってんだろう。一回20人待ちとか見たことあるから、最低でも20人はいるな。ああ、確かに。あれが回収してんじゃん。ついでにこのうちでも見てみようかな。あ、コンピューター。こういうところにグラボが入ってたりしないのかい？しない。ワードね。これは DMZ です。ウォーゾーンの DMZ と言った方がいいのかな。なんて言うのが正しいんだろう。わからんけど。ウォーゾーンの DMZ。バトルグラウンドではないです。いや、バトルグラウンドではある。バトルグラウンド。あ、じゃあバトルロイヤル。ん？バトルロイヤル。なんて言えばいいんだろうな。死んだら終わりってやつよ。あ、そうやね。死んだら終わりだけど、タルコフモードっす。タルコフモード。PMC いなかったな。あれ？なんでここに車2台も止まってんの？これもう帰った痕跡でしょ。絶対。これもそうだ。タルコフよりカジュアルで良さそう。だいぶカジュアルっすね。なんかそんな、なんか死んだら何もかも終わりって感じではないです。アスレチックある。アスレチック、アスレチックではないだろ。こちら台の方、着陸地点に降下する。安全を確保してくれ。ああ、武器レベルはまあまあ。まあまあ。まあまあ。マルチで普通のプレイヤーと戦って武器レベル上げるの苦行だからな。こっちで NPC 買って上げるの方が楽だもん。ハンドガンは特にそう。ちょ、登れ。登れ。
あの紫のやつか。いや違う、あれは普通の戦力。いつもので、俺よくわからん。よくわからん。まあ、多分危険なんでしょう。脱出。その プリペイド携帯だかなんだかがよくわかんないんだけど。バトルパス進まなかった今もしかして。どっち？進んでないよ。これ PMC 借らないとバトルパスは進まない。どうなんだろう。偶然かな。まあいいや。時間も乾燥してるからそもそも進まん。はい。で。まずマップを開いて、うん、この空港、あ、これ？そう、この空港の中ならもうすでに3つあると思うんだけど、多分この辺りのまあ何かしらをやればいいと思うんだよ。じゃあ俺は、あれ？あ、で終わった俺の任務。あれ終わった。ピン刺せばいいだけだった。あ、なんだよ。こんだけかよ。こんだけかよ。待ってよ。だけどこれ多分一回帰宅しないと次のティアの任務発生せんぞ。うん、これでさっきやっとけよかった。なんだよ、知らねえよ、そんなこと。なんかいいもの探して帰るか。てかやばい、そうだ。中の敵がやばい。中の敵硬いのしかいねえ。ここ俺めちゃめちゃゲーム重たくなる場所じゃなかったっけ？今重たい。あとなんかレアアイテムの音がするね。あ、これか。あ、イカロスだ。大丈夫か？危ねえ。まだいるじゃん。この辺、いいサプライたくさんあるんじゃないの？これいただき。あれこれ SMG とハンドガンの弾共有なのか、やらかしたな。また箱。この SMG 捨てよ。あ、マービーゼのスラム街にある廃貯蔵庫の鍵。バック中ある。あ、マジ？持ってんの？バック中ある。持ってる。どれですか？この箱。感謝します。ちょっとさ、鍵手に入れたからさ。ちょっと。大丈夫か？マビゼのスラム街南部にある貯蔵庫。どれだ？マビゼ。F4 って書いてあったな。座標で書かれてんのか。マビゼ。この辺か。マビゼの廃貯蔵庫。マップの座標 F4 のところに、マビセマーシュっていう区画があるんだけど、ここの、どこかに、この今手に入れた鍵で開けられる場所がある。あ。スラム街にある廃貯蔵庫としか書いてない。だから、マビセの方面に行ってみない？マビセはこの辺。まあ、いいよ。いいよ。あ、スナイパーあるよ。スナイパーはいいや。あ、金庫あるじゃん。このモードスナイパー必須だと思うんだけど。え、じゃあサブで持ってこうかな。ピン刺して。あ、大丈夫か。この赤い。あ、そんな。うぜえ。
結構この辺の敵アーマープレート落とすから拾って装備しまくれ。うん。あ、キャッシュ美味しい。え、大丈夫か。キャッシュを稼げる経験。二階にいるの。どこか分からん。やられた。二階手がこのフロア。今金庫開けようとしてるから攻撃が活発になってんのかもね。しかもこの金庫めちゃくちゃ遅いぞ。一回リセットされてるそれ。嘘。え、じゃあ金庫に。あ、いや敵いないの。あ、やばいやばい、急に重くなった。やばい、 0FPS。 あ、動いた。なんだここ、ほんと急激に重たくなることあるからさ、勘弁してほしいわ。強すぎる、マジで一瞬で体力なくる。まあ、甘負けよ、甘。甘もない。ない。余分に溜まったらあげるわ。うん。ここの敵強すぎる。でもその代わりボックスたくさんあるからね。ねえ。ここにもある。それは思う。あ、またバックパック中だ。UAV 起動したわ、なんか。マジか。うん。ちょ、めっちゃ敵おるで。わかる。あぶね。モロトフ投げてくんの、こいつら。やばい。強いっしょ、そいつら。強いね。俺自己蘇生できるからしちゃうわ。もういい。あんなの時来て。ちょ待って。もう、そいつらと目合ったら、すぐ死ぬ。PMC より強いまである、もしかして。うん、ある。全然ある。お前はまだ死にはしない。硬い分、立ち悪いよ。アーマー一瞬で溶かされた。危ない。ここ袋工事。え、置く。めんどくせえ。身を隠せ。あいて。あ、ちょ、やばい。マジかよ。今助ける。あいつら木抜けるんだわ多分。あ、ちょ、やばくね。お前が味方だ。うざすぎる。うざすぎる。あ、死んだ。任せとこう。ウルトラは付近の活動が増加していて警戒しろ。ここ敵がめちゃめちゃ強い代わりにいいアイテムが手に入るっつうあれっすか。あな。ちょっとこの場所が悪かった。何の遮蔽物もね。それまだいるよ。俺早くあの金庫開けたいんだけど。え、嘘、リセットされてる金庫。もうだよね。もうここに留まるよ。あとアーマープレートあるよ。敵の攻撃。おいおい、治療が必要だ。死にはしない。アーマープレート落とすよ。あ、ちょっと待って。それ金庫開けるから定期兵士来てるのかな。いや多分ね。はいはい、落とした。あんな、しかもさっきヘリで敵降下してくる音したし。いいもん入ってんだろうな。やつらに狙われてる。しょっぱかったら最悪だな。難易度が高いこの空港駅構内なんだから、その中の金庫なんだからいいものが入ってると思うんだけど。ご会長。ウルトラは金庫を開いた。すべて確保しよう。ちょっとなんじゃん。あ、じゃあ、お前金取られたんだが。お前。
いや、取る気はなかったんだけどさ、勝手に取っちゃったからもこのゲームが。なんじゃないな。じゃあちょとりあえずさ、このマビゼマーシュってところの。いいよ。ね、どこだったっけな。南部。外の出方がわかんないんだよ。これ多分入り口こっちしかない。ここだ。これか。あ、ちょっと待って。固まった。動いた。車あるね。あ、サンアーマー。熱いな。熱いわ。あ、車あった。まだ箱あり。乗れ。乗れ。よし。待てよ。これ道に従った方がいい。どこだっけ。マビセマーシュ F4。 ちょっとピンお願い。 F4 あたり。一応あの鍵の説明にはその F4 マビセマーシュの南部っていう記載にあたってる。だから多分 F4 の下寄りかな。ちょっとさ、F 全然 F4 じゃないんだよ。ちょっとずれた。あ、まあ若干のずれはあるかもしれない。あ、じゃあこの辺じゃない。なんか怖かった。俺が事故起こした。事故起こした。マビセマーシュ南部だった。ピン見えてる。見えてるよ。見えてるけど、あのちょっと道路がなくてさ。え、自分のこっちの方に見えてなかった。なんかこの国道っぽいところ走っててもつかなさそうなんだけど。あ、行けるかな。本当に行ける。しばらく道なりで行ける。行け。どこも曲がらずにマジで道なりで行ける。鍵の情報によると廃貯蔵庫だから、ボロい建物を探してみるか。うん。あ、行けるね。なんか止まってね。あ、あのちょっとマップ見ちゃった。あ、重いね。あ、ちょじゃあちょっとラグゲロ重い。あ、ちょっとちょっと、あ、待って、そこ左だわ。いや、まあとりあえずマビセマーシュには入ったから。いや、そこまっすぐ行ったら道ないよ。ちょっとね、あの兵士がダサい。道ないで。ああ、突入。あ、でも行けるんだ。あの廃貯蔵庫を探そう。とりあえず一回降りよう。とりあえずここでいい。最後この辺の敵も。なんかさっき一瞬廃墟底っぽいところが見えた気がしなくもないんだけど。マジで？この辺もなんかそれっぽいよね。どうここ。とりあえず鍵が使えそうなところがあったら教えて。うん。マビセマーシュ南部だから、まあこの辺な気はするんだけどな。うん。俺もそうだと思うんだけど。うん、あるじゃん。え、あった？鍵？でもこれマビゼにあるリゾートのメインビルって名前で。え、嘘。ね、てかめっちゃ足をしない。あ、これ。鍵違うか。ね、PMC じゃないよね、この足音。知らん。建物の中すげえ音する。あ、これ立ち入り禁止エリアだから多分 NPC だと思うんだけど。まあちょっと行ってみるか。いや、この足音は。でもドア開かない。ドア開いてないのにいるわけなくね。そもそも入れないのか、これ。普通の条件では。鍵さっき使えなかったのか。違う場所。うん、花からここ入れないってことか。じゃあ
中の NPC が、待って、サンプレターマー、え、どこどこ、ピンピンピン、ありがてー。あの、もしかしてさ、これが貯蔵庫だったりする、うん、それでも別になんか鍵使えそうな場所、貯蔵庫って感じではない、貯蔵庫って感じではないな。向こうの方なのかな。よくわからん。あ、ちょっと見てみるか。この辺は多分入れないんでしょ。リゾートのメインビルなんだよな、これ。これのどこがリゾートなんだい？わからん。貯蔵庫。貯蔵庫っていうかコンテナだしな、この辺にあるな。貯蔵庫ではなさそうなんだよな。え、貯蔵庫の鍵って名前だっけ？マビテのスラム街南部にある廃貯蔵庫を解消可能。怪我をした。ウルトラは敵の動きが活発化している。南部にある廃貯蔵庫、スラム街にある。この辺スラム街といえばスラム街っぽいんだけどね。スラムっぽい。やべ、これ敵降りてくる。尻尾を使ったスラム街か。あれか、あれっぽくね。そこ F4 じゃないんだよな。そう、全然 F4 じゃねえよ、もう。ここ、あ、本当だ、ね、F4 なんでしょじゃあこの辺かな。確かにそう言われてみればもう F4 じゃないよな。F4 だってもうギリギリここまでが F4 で、多分。じゃあ多分反対側向こう岸に行った方がいいのかもね。向こう岸行こうか。マビ、まあ F4 の南側って考える。いや、向こうなのかな。こっちの建物全部見たっけ。全部は見てない。こっちの方とかこっちの方は多分見てないと思うけど、今見に行く。はい、うん、本当にメインビルって書いてあるな。いや、こっちの方が貯蔵庫っぽいけど、ね、いや、窓越しに中にいるとき撃てるんだからいや、そうだよね、なんかその辺の方が貯蔵庫っぽいよね秘密の なんだ、 NPC だわこれじゃね？抜けた？あと？え、あれ何？違ってたわ。マビゼにあるリゾート、マンガロー。ちょ待って、その辺 PMC ね。なんか走ってる敵だ。何？あ、NPC か。なんかびっくりした。さっきの車から降りてきた。ちょうど追っかけてきたのか。なんで姿さらしてんやね。え、やばい、あれ PMC だ、絶対 PMC いる。マジか。この建物周り一人やった。一人ダウンダウンダウン。じゃあもう一人いる。あ、殴られた。やったはい。あ、クリアかな。とりあえず、うん、しっかりしろ。今助ける。殴り強いな。なんだろう。いやー、よかった。あっ、あ、違う、今、格差ついた。ナイス。あ、めっちゃキャッシュ持ってる。しかもめっちゃいいもの、アイテム持ってる。要塞のキーカードも持ってる。うますぎ。ショットガンか。
あれ、いやいや、こいつのカバンがない。どれ？いや、ある。あった。うめえ。まあまあ、ちゃんと巻いといた方がいいよ。いや、なんかおかしいと思ったんだよな。だって、そっちもだって建物の中にいてさ、NPC のトラックが通過して、NPC が急に発砲し始めるんだもん。確かに。PMC な気がしたわ。ぶっちゃけもう貯蔵庫なんて見つけなくても、アイテムたくさん手に入っちゃったけど。ここを俺が怪しいと思うんだけど。開くな。なんでもないのかな。なんでもないね。なんでもないわ。アーマーをドロップする。まあとりあえず任務はこれで新規が発生するはずだから帰るか。鍵だけ手に入れてもね、結局場所がわからない。スラム街ならさ、今ちょうど放射線エリアと被ってるけど、この辺かもね。マップ見た感じ、こっちの方がスラム街な感じしない？どう思う？あれ？もしもし？あれ？聞こえておりますか？聞こえてる。あ、聞こえてる。向こうがスラム街な気がするんだけど。あと5分しかないって言ってんの。ああ、そうなの。ちょっと、その辺の声が入っておりませんでした。あ、じゃあ、車あるからもう帰るか。そこに。でもあれ、マミゼノさん、南部とは思えないけどな。いや、そうなんだよね。説明がおかしいよ。だって、座標通りなら、この辺が F4 の南に当たるからね。はたまたこの F4 ってのがすげえ大雑把なことを言ってるのかもしれないし、鍵のことはよくわかんないわ。燃料クソ。ボート使おう。ボートある。あ、しょぼいボートだなこれ。川沿いで多分あの脱出地点行けるよね。あ、今ピン刺してる。あ、そうそうそう。これ PMC に見つかったらもうおしめだ。最悪だ。結構キャッシュが手に入ったから帰りたい、ね。おお、なんだ。あれ多分 PMC いたわ、今の建物。危な。いた。なんかタスクやってる途中だったっぽい。さっきの金庫さ、開けるみたいに、なんかのゲージが進んでるのが見えた。あ、今、そのゲージは周囲と燃料補給中って出てたよ。あ、じゃああれは別に PMC じゃないのか。うん、今ガソリンスタンドの近くを通ったから。あ、なんだ。てっきり PMC のタスクが見えたのかと思ったわ。いやいや。ちょっと待って。あ、びっくりした。たくさん敵いる。うん。思った。ここ警察学校なんだ。バレるよね。やっちゃおう。ダメだよ、そんな開けたところにいたら。敵の攻撃を受けてる。なんか本当に。しょうもないやつにアーマー全損させられそうになった。もったいない。キャッシュ満載や。ウルトラはエリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。
PMC が3人がかりで来てもなんとかなるもんだな。さっきは運が良かったもん。いや、先にこっちがダウン取れたから良かったね。いや、俺の鍵分け力をね、埋めてほしいわ。鍵分け力。NPC と PMC の。ああ。まあ、あの、8割方間違うけど。当てるんだ。もうこんぐらいの残り時間だといないでしょ、PMC。うんうん。わからんけど。まあ、その結局、保証スロットを使って、マルチで使ってる武器をセットできるからさ、武器をロストする痛みがあんまりないのがいいよね。うん。それ死んだらクールタイムで発生しちゃうけど、まあだから武器のレベル上げを阻害されるぐらい。うん。帰るぞ。NPC 撃ってないか。クソ。NPC いる？いない。見えない。マジで見える。あ、キャッシュが美味しいぞこれは。キャッシュ割る10した経験値が入るんだね。そうだよね。はいはい。うん。あ、めっちゃ進んだ。ね、結構珍しい鍵な感じなのそれは。いや、そんなことはないと思うよ。だって、マップに至るところ、ロックされてるドアはあったじゃん。そのうちの単純に一つってだけだとは思うんだけど。めちゃめちゃしょぼそうな予感しかしない。でも、せっかく手に入れてるんだから、いい加減使ってみたいよね。うん。はい。あ、俺今、鍵3つ持っとるよ。それだったら。え、じゃあ今このリスポーンした時点でさ、なんかいいところある？近く一番近いとこ、そこ行ってみようよ。鍵見ないと分からんわ。はいはい。どうでしょう、アイテム。座標なんてどこに書いてある？え、あの鍵の説明の右の方に F4 とかなんか緑で書いてない？何にも書いてない。俺の持ってる鍵は書いてあるんだけどね。え、ちょっとこの鍵渡そうか。警察学校のプライベートロッカー室の鍵でさっき脱出したとこだよね、警察学校は。多分ね。だからあ、ここじゃん。え、あなたが持ってる鍵にはそこまでの情報しか書いてないってこと？警察学校のプライベートロッカー室とクシャーク建設倉庫の鍵と市街地にある郵便局の鍵。なんて大雑把な説明なんだ。それしかない。座標なんて書いてねえ。じゃあちょっと左の方にバギーあるから、あれ拾って警察学校行ってみる。うん。警察学校そっち座標書いてあるんだろう。なんかレアそう。まあまあまあ、あのPMC に。え？え？PMC じゃないよな。あ、まあ巻いといた方がいいよ。カラン。あ、こんなとこにスリーアマプレート。
ラッチマンサーブー壁に。これ PMC だろ。だね。ちょっと待って、これマークやじゃあ。クラスターマインを仕掛ける。これ上がってくるぞ。なんか喋ってる。入ってこいよ。クラスターマインだぞこっちは。俺は階段見てる。バレてるだろこれ。困ったぞこれは。そのな、右のドアから入ってきてほしいな。これさ、真上にいんのかな。今下から投げてきたけど上に行ったかな。なんか外にはしごがあったとか。え？ウルトラは付近の活動が増加している。警戒しろ。いやちょっと、いやだ、ここ敵の攻撃を受けてる。あ、自己操作あるから大丈夫、見てて。右から来ねえかな、来ねえかな。ウルトラは契約したキャッシュは購入ステーションで活用しろ。あんま使った。敵の攻撃を受けてる。ちょっと倒した。マジかよ。爆弾。ああボムドローンか。ボムドローンだ。しょうもねえ。いや つかこんな近くにリスポンスするんだ。鍵。そったれ。ボムドローン強すぎるな、こもりやん。こもってもアドバンテージがないな、あんまり。見つけたもん勝ちなんだな、ほんとに。うん。もうどっから撃たれたのか全然わかんなかった。ちょっと保証スロットもないし、ハードポイントに戻るか。うん。